人類は太古より異形の存在と戦いを繰り広げていた。その中で常に先頭に立っていたのは魔法力を持つウィッチと呼ばれる10代の少女たちであった。ひょっとして宮藤吉香少尉ですか？あ、なんで私の名前を？私、総海軍兵学校1号生服部静香と申します。絶対に立派なお医者さんになるんだもん。ヘルベティアって医学の最先端だよ。私留学する。この辺りも随分復旧したな。レガタストリカだ。スピードレース。何よ、傷つくわね。いえ、そんなつもりでは。あいつ今何してんのかな。ヨシカちゃん。宮藤さんは私の憧れ、ウィッチの中のウィッチです。不層の英雄なんです。宮藤のやつガリアにいるんだろ？ガリアにネウロイはいないはずだけど。警報、ネウロイの反応あり。諦めちゃダメです。宮藤さんがやったことは間違ってます。命令は絶対なんです。だから何なの？あの子が入った501は以前よりももっと強くなりましたわ。ダメです宮藤さん。行こう静香ちゃん。ストライクウィッチーズ劇場版3月17日公開。